キックオフセレモニーにですね、ご出席いただきまして誠に、これからも地球環境につきましては我々は自分たちの子供の代、そして孫の代にやはり今よりもいい環境の中でもって世代交代をする我々は義務を持ってます。捨てるものを資源とする、まあ、紙で言えばほとんど捨てるものありませんと、ほとんどが再利用できますので、ぜひ可燃ごみとして、出さずにですね、資源保守として出していただきたいというふうに思っております。必ず再生、させますのでよろしくお願いしたいと思います。このトイレットペーパーは皆様のご家庭で不要となった雑紙をリサイクルしてできたもので、雑紙もリサイクルすれば資源であることを啓発しております。当市では可燃ごみの減量化、再資源化を推進するためこのプロジェクトを立ち上げ、 3R、 リユース、リデュース、リサイクルのこの再生推進、生ごみの削減、紙の削減を通じて市民や事業者の皆様とごみの削減に取り組みたいと考えております。用意はよろしいでございますか。それではおー、ありがとうございました。ダイエットプロジェクト推進の宣言をいたしました。